とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、実績を解除したいと思います。今日解除する実績が、ありがとうですが結構です。だったかな?そういう名前のやつですね。やり方が、タワーで、エンチャントスミスを使わずにクリアする、です。3回商人が出ますよね。あれを一度も使わずに行けば取れるらしいんだよね。今シーズンはどうだろう、行けるかわかんないけども、まあ、ちょっと挑戦してみましょう。とりあえず6回の報酬まで来ましたね。すべてノーマルで来てます。防具のレベルを上げたいけども上げれないので、いや、ここは武器かな。武器で行って、で、次で、あ、違うわ。もうスパイダーにせずに、ヌスッコでそのまま行ってみるか。ヌスッコでそのまま行けるかもね。それでちょっと挑戦してみましょう。ここを、ちょっと待って。いや、あんまり、耐久力は変わらんから、もうヌスッとで行って、いいか。HP 吸収がないんで、ちょっと注意はしなきゃいけないんだけども、途中で防具を変えてもいいかもしんないですね。多分途中で結構きつくなると思うんで、その時はちょっと耐久力のある防具に変えてやってみましょう。吸収ないけど、ボスは大丈夫でしょう。そのまま落としてしまえば、ああ、そうかそうか、危ねえ。何にも入れてなかったわ。何にも入れてなかった。もう、多分、大丈夫じゃない？吸収ないから、結構、HP は減るね。結構減る。でも、大丈夫だ。いけるわ。OKOK。勝てる勝てる。終わり。まあまあまあ、OK ね。で、途中でボールをもう変えていかないと。あ、そうか。スパイダーつけていこうか。あ、全然いけるじゃん。OKOK。20回までこれで頑張れそう。17回まで来ましたね。報酬変えようかな。HP がこっちの方が上だし、断然ね。で、35% 軽減ついてるでしょ。で、クールダウンもあるんで、亀だろうね、ここで。そうすると、商人は使わずにいける気がする。で、このヒーリングオーラ、亀の防具の。これはあれだもんね。カービィメンバーにも、依存するっていうか、影響するので、一人これを着てるとだいぶいいもんね。この能力結構すごいもんな。オッケー。ボスももちろん問題ないでしょう。よっしゃ、オッケー。オッケー。全然余裕だね。終わり。27回まで来ました。27回が一番難しいところですよね。防具を、衛兵のアーマー、ポーションバリアを入れてます。まあ、他に、まあ、まあ、エンチャちょっと持っていくか。でもそんなに意味はないんだよね。まあ、とりあえずこれで、行ってみましょう。とにかく難しいんだよね、ここが。まあまあ気をつけていきましょうか。あんま真ん中に行かない。いや、でもね、真ん中の方行かないと倒せないやつもいるんだよな。あっ、ね、やばい。爆発もらうと一発でこんぐらい減るか。減るね、思った以上に。やっぱ耐久力はないわ。やばいやばい。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。 OK。どこだ、ジオマンさん。俺、行こう。あ、倒してる、倒してる。いや、ジオマンさんがどっかに
いるはずなんだけどな。どこ行ったあいつ。あ、でもまあ、あとジオマンサーだけだと思う。あー違う、なんかいつの間にか倒してた。 OK、 とりあえず27階ですね。で次が商人か。はい、商人1回も使わずに来ました。これでいいんでしょ。であとはクリアするだけ。うん、もうここまで来ればクリアは、うん、問題ないでしょう。よし、ボスもまあいつも通り行ければ倒せるはず。うん、行きまーす。やば、固まった。いやもう最悪だ。でも OK、 行けました。で、あれ実績は入ったらか、入ったらおー出るかな。出た、ありがとうですが結構です。ゲットです。トロフィーね、あとまだ20個ぐらい取ってないっぽいんですよね。それもちょっと取っていきたいと思います。スケール狼よくないね。英雄が来てくれた。ここで出てきてくれれば相当嬉しいけども、稲妻フォーカスと、無謀もついてないな。あー重力パルスね、なんか最近つきがち。はい、ということで今日は一つの、報酬じゃないな、実績を解除しました。まあ、この調子でねどんどんやっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。